大阪港大阪港は大阪府大阪市にある港湾日本の主要な国際貿易港五大港の一つでスーパー中枢港湾の指定を神戸港とともに受けている港湾法上の国際戦略港湾である大阪湾に面する大阪市この花区港区大正区住之江区を中心に味治川を介して西区木津川を介して,西,介して西成区 何枠にも展開する。なお、淀川、新淀川以北の西淀川区には主だった施設等がない。明治以降、国営の国際貿易港として建設された神戸港とは、対照的に大阪市が自ら建設、運営に関わった市営港湾の伝統を有する。日本最大のフェリーターミナルを要する国際、国内航路の拠点港で、 外交クルーズ客船が多数寄港する。阪神、淡路大震災の神戸港被災を契機に、近畿圏の国際コンテナ拠点としての比重も高まり、2010年現在、外房コンテナ取扱い個数は198万 TU で、国内第5位。震災後、国内10位から4位に交代した神戸港20、202万 TU と、ほぼ肩を並べるまでに成長した。 高速法,法、関税法上は、神戸港、尼崎西宮芦屋港、堺仙北港と合わせて、阪神港と称されている。六世紀頃の名にわず、墨の江の津といった海港は、やがて淀川が運ぶ土砂の堆積で衰退してしまい、平安時代から鎌倉時代には、淀川左岸の渡辺神、渡辺の津と呼ばれる河口に姿を変えた。安土桃山時代から、 江戸時代には、豊臣、徳川の両政権によって、天下の台所と称される水運の発達した大阪市街が形成された。この時代の大阪は海に面さない内陸の町だった。千野の海と呼ばれていた大阪湾から、大阪市街へは、淀川水系の河川を数キロメートル遡上する必要があり、北前船や日垣海船といった大型船は、市内まで入らず、 淀川や木津川などの下流部や川口に停泊し、そこから小型船で貨物を運搬していた。船が市内へ登れるよう、また洪水を防ぐため、河川の改修や浚渫は、江戸時代を通じて行われた。1683年、天那三年には、川村水県が曲がりくねって浅い淀川の水運と地水のため、九条島を二つに、裂いて、安治川を改作。 ついで1699年、元六十二年には、木津川の流路も南馬島を二つに咲いて、港をスムーズにさせ、安治川と木津川はに大水路として繁栄した。大阪城の北で、淀川に合流していた大和川は、ひとたび氾濫すると、河内定地が水没するなど甚大な被害を出していたが、1704年、法栄元年に、河内群今、 米村庄屋の中人兵衛らの尽力によって、境の北で大阪湾に出るよう付け替えられた。大和川が、淀川水系から切り離され、土砂の流入は半減したが、しかしなおも土砂で川が浅くなり続けたため、1831年、天保2年には、再度、安治川の春節が行われた。この時に出た土砂により、天保山が築かれている。また、 河川の改修と並行して新殿開発が盛んに行われた。1868年、慶応4年7月15日の大阪開港に際しては、川口外国人居留地の西隣、安治川左岸に位置する富島が開港場となった。しかし、安治川を河口から約 6km 遡上する富島まで、大型船は入港を出ず、国際港機能は 次第に神戸港へ移り、1872年、明治5年を最後に、外国船は大阪に入港しなくなった。1873年、明治6年、オランダ人にし、GASL とヨハニスデレーケが来日し、大阪入りした。彼らは、日本政府から、長年悩みの種であった、淀川の治水及び港湾機能回復の案を出すよ、生まれ、 現地調査の上、淀川に放水路を改作し、天保山付近へ進行を建設するという会を出し、改修計画を作った。しかしこれらは、政府の財政難のため実現していない。1885年、明治18年には、有史以来とも言われる、淀川大洪水が発生し、大阪の経済は一時麻痺状態に陥った。外国船が入港しなくなったこともあり、 大阪市民の間から、淀川付け替えと国際貿易港の説の声が高まるが、財政難の政府はデレーケ案のうち新淀川改作を優先して着工した。これに対して、1890年、明治23年に大阪市民の有志らが発起人となって、独自にデレーケらと天保山付近での執行調査を開始する。特に、 大阪湾に西面する川口付近では、西風に起因する波に直面するため、河口を南北から挟み込むように大きな防波堤が構想された。1894年、明治27年には大阪市によって筑工計画が策定され、1897年、明治30年、政府ではなく大阪市営のプロジェクトとして、大阪港第一次集築工事の起工式が、 天保山で行われた。何はず以来となる開港の造成という、この一大プロジェクトに、当時の市の予算の30倍に当たる拒否が投じられた。安治川河口からは、直線的に、木津川川口からは、尻なし川の延長線上へカーブしてから直線的に、伸びる、防波堤を築き、現在の港区側に当たる、外交部分と対象区側に当たる、 内港部分の2ブロックからな計画であった。防波堤内を約8.5メートルの水深まで掘り下げ、その土砂で現在の港区筑港、海岸通り、大正鶴町、船町などが埋め立て造成された。1903年、明治36年には築港大桟橋が完成し、花園橋築港間に大阪市電築港線が開通した公営電気鉄道では日本 としかし、東昇桟橋の利用が伸びず、大型船が来ない代わりに、夕涼みと魚釣りの市民で賑わうありさまであった。九百十六年、大正五年、市の財政難と、西風に煽られ、地盤も弱い川口付近の南高寺にり、第一次集築工事は一時中断してしまう。しかし、第一次世界大戦利期で、大阪港の利用が増え、執行の完成を望む声が高まったため、 1918年、大正7年から市に代わり民間企業の資金協力、こと大行、完成後は出資業者が優先仕様により再着工された。そして、1929年、昭和4年に32年にわたる第一次集築工事が完工した。大正末期頃から大阪港は再び狭いと評されるようになり、またも神戸港への繊維が目立ち始めていた。 東京交渉、元気と津橋大学教授から大阪市長に転じた都市計画学者、かにじは、1927年、昭和2年、第一次集築工事の完工を待たずに、新淀川河口から大和川川口にかけて防波堤を築き、港池を2.5倍にする築工計画を策定し、1928年、昭和3年から大阪港、 第二次集築校に着手した。1939年、昭和14年には貨物取扱量等が日本で最大となり、神戸、横浜と並ぶ日本三大港湾の一つとなった。第二次集築工事により、北港が完成し、1944年、昭和19年には実行の中央特定も完成したが、第二次世界大戦激化のため、 第二次集築工事は中断され、南港は未完となった。1945年、昭和20年、大阪港一帯は米軍による大阪大空襲によって壊滅的な被害を受けた。焼け野原と化した港区は大阪市22区、当時のうち犠牲者が最多となり、重工業地域のこの花区西部は第5回と第7回の空襲において集中的な爆撃を受けた。 また、同年9月に発生した枕崎台風によって、高潮と浸水が起こった。大阪港周辺では、戦前から地下水の汲み上げによる地盤沈下が問題となっていた。そこで、中断していた第二次集築工事を改め、大阪港に注ぐ河川を拡幅して、内港を作り、その土砂で、海抜0メートル以下のこの花区、港区、 大正区を全面的に盛り土して区画整理するという大阪港復興計画が策定され、1947年昭和22年に大阪港集築10カ年工事が開始された。しかし B-29 が湾内に投下した機いの総会作業が1948年昭和23年までかかり、1950年昭和25年には、 ジェーン台風によってまたも高潮による浸水が起き、工事はなかなか進まなかった。1960年代までに、安治川、尻なし川、大正区の運河地帯などは拡幅されて、安治川内港、弁天不頭や大正内港となり、森土や家屋の移築も完成する。また、南港の埋め立ても開始され、大阪港の拡大が続いた。一方、 新淀川以北の西淀川区沿岸部は、ジェーン台風以降1967年、昭和42年の再陸地下まで水没したまま放置されるなど、港湾の造成には消極的であった。執行は、安治川木津川間の港区と、大正区に位置する最初に完成した港。一般的には、港区側を指し、1916年、大正5年に、 シリブ川が拡幅され、戦後に内向化された、大正区側は、大正内向として区別される。なお、港区側にも、安治川内向、弁天不倒があり、北港と南港が大きくせり出した現在では、全体的に半ば内向化している。一部の定期客船、クルーズ客船や在来貨物船を除き、船の出入りは少ないが、港湾関係の庁舎や税関などは、 ほとんどが築港にある。安川を横断する大阪市8ト線の乗り場が、天保山公園脇にあり、天保山から中央特定にかけては、ショッピングゾーン、天保山ハーバービレッジとなっている。利用する施設にもよるが、アクセスは鉄道なら、大阪市高速電気軌道中央線大阪港駅、道路なら、阪神高速道路16号大阪港線、天保山で入り口が近い。 地港一帯は港アシスとして登録していて、天保三世岸壁先客町愛称を代表施設とする港アシス大阪港天保山として賑わいエリアともなっている。現在は一帯の再開発が計画されており、高層マンションや商業施設建設の計画が予定されている。北港は新淀川淡川間のこの花区に位置する。大正時代から 西六社、住友化学、住友電工、住友金属、大阪ガス、日立造船、汽車製造の大工場を中心に重、化学工業地帯として発展、昭和初期に沿岸部が工業港として整備された。現在は倉庫などが並ぶほか、2001年、平成13年には、有給地にユニバーサルスタジオジャパンが開園、沖合に舞島、夢の人工島が建設され、 コンテナ港となっている。また舞島は、スポーツ施設やキャンプ場も人気がある。かつて誘致活動が行われた、大阪オリンピックはこの2つの人工島が、会場選手村となる予定だった。主なアクセスは、鉄道なら、JR 西日本桜島線、JR 夢崎線桜島駅、阪神本線野田駅、大阪市高速電気機動線日前線、野田阪神駅、 JR 東西線恵比駅と隣接及び JR 西日本大阪環状線、桜島線、J 夢崎線西給場駅から大阪シティバス81系統。道路なら阪神高速道路5号、湾岸線湾岸前島で入り口。南港は木津川大和川間の住の駅に位置する。主に埋め立てにより造成され、尻なし川の延長線上まで大きくせり出している。 昭和初期に、墨の絵沖に計画された埋め立て地には、国際空港を作る構想もあったが、戦後本格化した埋め立て及び造成により、弁天布島に代わるフェリーターミナルやコンテナ埠頭を設けた。その後、南高水路井北の人工島であるサキスでは、南高ポートタウンの名称の下で、団地建設が進み、総愛大学などの学校、商業施設、公園、 何わの海の時空間がオープンした。しかし、新たに追加された埋め立て地に計画されたコスモスクエアの整備計画、コスモタワーなどはバブル期に過大な規模にまで拡大された結果、テナントの撤退や土地の分譲不能など思惑が外れ、その事業費が事業者である大阪市港湾局の大きな負担となっている。また橋本徹大阪府知事はワールドトレードセンタービルに 大阪府庁機能を全面移転することを示唆していたが、耐震性の問題などから一部の移転にとどまっている。現在は大規模マンション建設や森の宮井寮大学の進出、大阪入国管理局の移転など開発が進んでおり、天保山ハーバービレッジなどと合わせて再注目されている。主なアクセスは、鉄道なら、大阪市高速電気軌道、中央線、または、 ニュートラム南高ポートタウン線。道路なら、阪神高速道路4号湾岸線南高中、出入口、または南高南、出入口。また、地高方面からは、大阪港先津トンネル、北高方面からは、夢先トンネル、住之江方面からは、南高通り、住之江通りが利用できる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。